じゃあ、おたにさん、おじさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、眠いですか？大丈夫ですか？大丈夫です。さあ、今年も追いかけますよ、大谷おじさん。なあ、はい、もう2号打ってると。もう2号です。そうです、去年、一昨年と、大谷おじさんは大体、何号がどの試合に出てどの方面に何打席に出るまで当てましたからね。今日はね、はい、多分出ない。え、出ない？うん、あのね、はい、WBC の時に大谷が先発してたりだとか、マウンドに上がる時っていうのはやっぱこう、やっぱ相当疲れるな。あ、でやっぱり右手を振ってるだけにさ、やっぱり右手の握力とかも落ちてくるし、はい、だからちょっとバッティングの方っていうことを考えると、うん、次の日だな、3号は。あ、そうなんですね。あ、まあ、前日のエンゼルス戦では、うん、まあ、あの3試合連発とはならずで、あの日は第1打席がセカンドゴロ、第2打席がサードゴロ、第3打席フォアボール選んで、まあ、あの登板が控えてたので、うん、まあ、そこで交代っていう形だったんですよ。はい、でまずはやっぱこう投げて勝つことだよね、うん、だからといって自分が打てば楽になるんだろうけども、はい、やっぱね、相当疲労度はあるよ、投げて打つっていうのは、うん、それヒットを打ててもホームランってなるとさ、まあ、やっぱこう相当な疲労度はあるだろうなと思うけどね。で今ピッチャーしながら、あのピッチクロックの秒差だったり、サインも自分で出したりとかしてるので、いわゆるそのまあ4刀流ぐらいやりながら、まあ、そうだな。だからまあそれが直接バッティングに影響するかっていうとさ、はい、まあ、そんなことはないだろうけども、うん、大変だよな、あれも。いや、集中できないですよ。集中できない、もう気が焦るよね。はい、俺なんかせっかちだからさ、うん、まあ別にいいんだけど、はい、だけどそのやっぱ決め事を作ってしっかり投げなきゃいけないっていう風になってると大変だよな。大変です。だから塁上にいわゆる走者がいた場合は20秒、走者いない場合は15秒以内にっていうルールがピッチャーには課せられてるので、うん、それをこう自分のね、それを測りながら、サインなんか首なんか振れないよね。振ったら相手に1個ボール与えちゃうとか。まあそうだよな、うん、それとなんかこうレシーバーがなんかつけてんだろ。はい、それが漏れてて、音が声がでかすぎてバッター全部分かっちゃったっていうこともあるわけでしょ。はい、だからそんなな、サイン盗みとか、うん、そういうのを防止してんのに自分たちが教えてんだからな。音漏れ防止とかないんですか、まあ、まあ、だからそれもちょっと困るし、こうイヤホンつけるのもさ、三半規管にちょっと影響するとさ、はい、ちょっとプレーに支障が出たりとかしたりとかするとね、はい、やっぱ困るしな。そうですよね。なんとかな、ならんのかな、うん、とは思うけどね。ちょっとそうですよね、ピッチャー集中できなくなっちゃうっていうのもありますしね、うん、でもまあ大谷は扱いはもうピッピって慣れてるわけでしょ。慣れてきてるっぽいですもんね、うん、だからまあピッチャーやる分にはもう全然問題はないと思うけど、うん、ピッチャーをやった影響で、まあ、打席に入ってちょっとなんか WBC の時に生っていうかこう間近で見たけど、はい、やっぱピッチャーやると疲れるんだなっていう風に思ったよね。そうですよね。だからもう少しシーズンが始まって体がこなれて、うん、なってくるとピッチャーやりながらでも大丈夫かなと思うけど、今ピッチャーが元気だからね。そうですよね、うん、弱ってないからさ、うん、だから強い球で来られるとどうしてもピッチャーをやった後バッティングするっていうのは、うん、ちょっとしんどいような気はするけどね。そうですよね、うん、となるとじゃあ注目の3号はいつ出るのか、うん、何試合目に今日、うん、勝ち投手になれば、うん、明日。お、もう明日に出る、うん、勝敗決まらなかったら、うん、明後日伸びてくる。なんかそんな感じがするよ。じゃ最短で明日出るってことですね。まあそうだな。ああそう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 。何打席目に？早い打席に出るな。1、2。なんかね、大谷のタイプって、うん、やっぱ早いうちに出るような気がする。うん、なんか WBC で見て、はい、あ1、2打席目なんかこう徐々にこう確率が減っていくみたいな、うん、そんな感じがするけどね。だから。1、2打席目、どっちにしましょう。2打席目、左中間、左中間にカウント、あ宇宙間、宇宙間に宇宙間カウント、カウント、はい、1、2球目だな。1、2球目、まあまあ、とにかく早い勝負だ。もう早め早めですね、そこは。おお、もう相手も慌てちゃってるから、うん、ピッチクロックから。いや本当に
ハーマイボールをショットくる。でそこをポンと宇宙間に持っていく。そう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 。おお、2打席目に3号が出る。そうそう。そうすると4号は。まあ4号は次の日にも出そうな感じです。その日に出そうな気がするけどね。早めに打てば。早めに打てば3打席目。連発もあるし、まあ1打席目空いて次に出るかもわからないし。それでも宇宙間。そうそうそう。うん、早いカウント。これは。まあそうだな。早いカウントだな。何の球持ってきそうですかね。まあ、スライダー系じゃないのかなと思うけどね。スライダー系を持ってきそう。降りてきた。まあ降りてもまだ来ないけど。まだ来ないけど、でもスライダーよりもはちょっとカット系のボールだな。あのちっちゃい変化という。大きめではなくて。大きめではなくて。降りてはちょっと。いやなんかね、左ピッチャーから打つイメージがこう湧いてるんで。それもちょっとスライダー系を。じゃ あの対戦相手のピッチャーの、ね、右左にもよりますね。だから近藤が田島から打ったでしょ、カットボールかなんかを、はい、うん、あのイメージですか。あんなイメージがちょっと降りてきてる、ね、おだから、まあ、左ピッチャーのスライダーもしくはカット気味かなっていうような、うん、それを引っ張って右中間に持っていくかなっていう。あだから相手大谷ってポール際ってあんまないからね。そうですね、うん、センター中心に右か左か、うん、だからまあそういうイメージだよね。もうじゃあピッチャーが、まあ、左先発が左なのか中継ぎで左に出てきた時なのか分からないけども、とりあえず左で、うん、打つような気がする。カットだったりチェンジアップだったりとか。うん、なるほど、まあ、チェンジアップはないかな、カット、うん、カットはな、うんうん、なんかそんな感じがする。おそんな話をしてて大丈夫か。あ、いや大丈夫ですよ。本当大丈夫か。気が確かかって言われる。いやもう気が確かかと思った あなた、ぜひですね、一昨年でしたっけ、ね、でもさ、はい、これがさ、大体当たり出したら、うん、ちょっと私も見てもらえませんかって来ないかね。いやだから例えばワールドカップとか WBC で球館長とかなんかいたじゃないですか、ネズミのなんとかくんがなんかこっち行ったら日本とか、こっち行ったら相手国とか、それみたいになりますよ。いやそれよりはお前人間喋ってんだからさ。そっか。だけど俺はなんかそういうことが頭の中から今こう離れないというか。だから元野球選手でもあり、YouTuber でもあり、占い師でもあると。いやこれが当たり出したらよ、うん、本当に。どうしますだみたいな。豊かの館みたいなの作りますね。だから俺はいや初球とか2球目っていうよりも1、2球目早いカウントでって言ったらそういうこと。わなんか急にちょっとゾッとしてきましたね。いやほんとほんと。いやだから一昨年それで当ててるんですよ豊さん。まあ確かにな。そうだからコメントが怖いとか当たってるとかって一時期ありましたからね。今日は出ないけどね。やっぱり投手兼任の時、二刀流の時は出ないけど、ちょっとまだそこまでは、うん、まあ、仕上がってないっていうよりも、はい、その相手のピッチャーがやっぱこう強い球を投げてくるというか、はい、弱ってないというか、ね、うん、弱ったから打てるんじゃなくて、はい、自分もピッチャーやって、うん、なんかこう体力的にはっていうようなことがあるんで、はい、まあ、集中力もピッチャーの方に向いてるだろうしね、うん、だから今日は出なかったけども、まあ、明日の3号が出るかなと。そして勝てばね、勝てばそうですね、うん、3号出て4号もすぐぞ。仮に負ければ出ない。あ、チームが勝ったら出るけど負けたら出ない、うん、だから自分に負け投手がつくと出ない、うん、あそういうのも関係してくる、まあ、流れが悪いどんどん占いっぽく、はい、しっぽくなってきた。でも大谷のそういうスランプの時期、スランプっていうか、はい、ポンと落ち込むけどもすぐ跳ね上げてくる。そうですよ、ね、だからあさってには出る。おお、なるほど。そうそう、じゃあこの動画がね、ちょっとそれもスライダーカット系かな、やっぱりちょっと変化するような感じのところだ。それを宇宙間に叩き込む、うん、おもうこれがね本当にだったら大丈夫かって言われるな頭。いやいいんですよ、当たったらちょっと豊さんの占い師としてのね会議を。当たんなかったら詐欺師みたいなことを言われるんだよまた。いや当たんなかったらあんま当たんないよね、そりゃそうだよ、まあ、でいいんですよ、当たったらえすごいよな、やばくないっていう。やばいよな。そうですよ、取材が来るかもしれないですからね。いや本当な、はい、そうですよ。さあ楽しみですけど、ここら辺に来るんだよ。第三の目で見てるみたいな。ここら辺に映るんですね。ここら辺になんかこうスライダーっていうね、こう映像が、うん、
本当これ当たらなかったらここら辺に見えてたものは何だって話になる。いやだからボケだろボケ。そうでしょうね、わかりました。